撮るのが、ね、それで向こう側を撮るのはこうだよね、カメラがあるよね、こういうか逆にしたんですね。とこれでビデオこれか。それでは開きますね。と手を叩いて、はい、で動機が取れましたんで、向こうもこの音で拍手の手拍子で動機音を同期させているということでございます。それで今2人はワイヤレスマイクをつけて話しておりますんで、向こうの方が主です。向こうが綺麗に撮れてれば今日の映像は成功ということでございます。夕焼けが夕日になりかかってる時間でございます。ただいま5時10分ですか。5時ジャストですか。今ね、今56秒57秒という感じです。でテストということで来たんですけれども、 SSD で録画をしていると、その録画したものは2つ録画できると。1つはプロキシファイルというもので、もう1つは正規の最高級最高画質の 4K の60で撮っております。まあ、そういったことで、ここの自分たちの映像はこれをぐるっと回せばあれなのかな、こうかな、こう回せばこのカメラに映るわけですけれどもこのカメラどういう風な感じで映ってるかよく分かりませんけれども、ちょっとこれをねこうやってこれでビデオにしてこれですか、いいですね、拍手をしてください。ではこういう感じで寄らないとアップで撮れたところで、この向こうの画像とこちらの画像を合わせるということになるかと思います。こういう感じで向こうは撮れてるかもしれませんね。はい、じゃあこれで終わります。ダメだった、これからだった、とスイッチが入ってませんでしたんでもう一回撮り直しております。今10秒経過、ちょうど5時ですね。音が人が通るから何をやってるのかということはあれですけれども、テストしておるということで了解して、エリがおかしいですね音声はどうでしょうか、うまく撮れていると思うんですけれども、一応向こうはプロキシファイルを使ってこっちもその後足していくということでございます。1秒1分くらいの映像がこちらの方に入っております。それでは手を振って分かりましょう。バイバイ。こっちね、いい感じだよね、空の感じも、空の青さと紅葉のあれが、そしてこちらの映像と最後は足し合わせますと、カメラがこうですかね、このカメラで撮っております。私の顔が、私のマイクが上に立っていると、そういうところでございます。